同郷、同郷は同合金製の鏡である。同郷は各時代に制作されたが、歴史、考古学用語としては、中国、朝鮮、日本の遺跡から発掘される、青度性の鏡を指すことが多い。古代中国に起源を持ち、日本や朝鮮など、東アジアで広く使用された。古代エジプトにおいても、青度性の鏡を用いた事例がある。宗教、 再使用具としての機能を持ち、近代に西洋よりガラス鏡が伝来普及するまで一般に広く使われていた。日本の近世では大名などの婚礼の嫁入り道具として同郷などが残されている。制作は鋳方に鋳造した後、研磨、鈴めっき、研磨という手順で作られる。鏡の研磨には古くは、型紙やザクが用いられた。含まれている周産などによって、 曇りの原因となる汚れが取り除かれ、輝きが蘇った。原禄頃からは、水銀に鈴の粉末を混ぜて、アマルガムを作り、これに梅酢を加えて、研ぐようになった。クエン酸で表面の汚れが除去され、そこに鈴アマルガムが付着することで、メッキ状態になり、美しい表面が得られた。なお、今日博物館等で見る同況は、 緑色で鏡として利用できないが、これは長い年月の間に参加して六章が形成されたからであり、作られた当時の銅鏡の反射面は白銀色ないし黄金色の金属光沢をしていた。中国では戦国時代から当時代に主に製作された。形態は円形が多く、稀に片鏡もある、直径は数十センチメートル程度である。 磨かれた鏡面の裏側には中心に中、つまみがあり、その周囲に様々な画像や文様が出されている。古代中国製の銅鏡には、心臓と動物分を出した真珠鏡が多く、その他、背面の文様によって、方角菊鏡、懐中武道鏡、内向下紋鏡な様々な形式に分類されている。用途としては現在使われている。 鏡のように単純に物の姿を映し出す道具としてではなく、祭祀、呪術用の道具として用いられたと考えられている。日本においては、弥生時代から古墳時代の遺跡で多くの道教が発掘されている。出土する鏡は、大陸からの輸入品の白菜教と、それを模した国産の防成教、宝成教に分類される。種類としては、 北部九州の弥生遺跡から出土する、方角菊橋や内向下門橋、大和を中心として、全国各地の前方公園墳から出土する、三角園神獣橋、三角淵神獣橋などがある。鏡作りの工人のことを、鏡師という。師は、鏡の名文によく出てくる字で、鏡師のことである。鏡の名文中では、京市は、都の鏡作り市であり、州市は、 中の鏡作り師の意に消せられる場が多い。古代の品部には鏡類を鋳造制作する集団、鏡作り部が置かれており、奈良県四季郡田原本町八尾には鏡作り座、天照テ玉神社が、周辺には鏡作り板た神社、鏡作り浅木神社も置かれている。祭神に天照テラスコクテル師神命のほか、八田の鏡を作ったとされる。 石こり止めの命、石こり止めの命や、丹野の神である、天の間一つの命、天の一つと、同一神と見られる朝日、常命、天の一つ根が祀れている。道教は、道卓と共に、弥生時代を特徴づける、出土品とされ、分布により、道教、道卓文化圏などが論じられている。福岡県のすぐ高尾体積からは、弥生時代の国内最古の聖道教伊方が、 出土していい。弥生時代の中期、北部九州では、亀冠墓に、全冠鏡が服装されるようになった。同郷は、宝器として珍重され、後期になって服装され始めるようになった。五冠鏡は、不老長寿への祈りを込めた文が出され、その鏡を持った人は、長寿や子孫の繁栄が訳されるというものだった。また、誰でもが同郷を所有できるのではなく、 有力者や、主催者などに限られていた。北部九州でも、玄界灘沿岸の地域では、平原遺跡1号墓40面、すぐ岡本遺跡や三雲南高寺遺跡などで20枚とか30枚もの、大量の鏡を服装した亀缶があり、王の墓の豪華さがわかる。墓に同郷を服装するという風習は、古墳時代にも引き継がれて、全国に広まった。 副総品としての鏡は、前、中、後期には、いわゆる環境もしくは、冠式鏡であったが、終末期古墳ではか空鏡になっている。しかし、それはあくまで様式名であり、実際に随や等の影響を受けたわけではない。古墳時代前期の同郷の出土例としては、椿大塚山古墳の三十六面、奈良県高料町の新山古墳の三十四面、 黒塚古墳の三十四面、サ田宝塚古墳の約三十面、大和天神山古墳の二十三面、大阪羽曳野市のおタ山古墳の二十二面、四金山古墳の十二面、岡山県美前市の鶴仙古墳の三十面、美前車塚の十三面、愛知県犬山市の東の宮古墳の十一面などがある。これは、同郷を、 棺の中に入れて死者と共に埋めるという和人特有の習俗とみられる。奈良県桜井市の桜井チャウス山古墳からは、道教の破片が多数出土しており、奈良県立歌師原考古学研究所が破片を3次元計測したところ、81面分に復元された。この時代の同郷の中には、名文中に中国大陸の年号を有する記念名教が10、数面含まれており、 出土した古墳や、その他の副葬品が製造された年代を推定するための参考資料とされている。三国史のいわゆる、義式和人伝によると、西暦239年に、山大国の女王卑弥呼が鰭に剣士をした際、帝から、親際王金印と、同郷百枚などを授かったという。この記述から、同郷は、山大国の所在地を決定づける手がかりになるのでは、 ないかと期待されている。万葉集にも、白道教マソカガ鏡が多くの歌に読み込まれている。平安時代以降は、教派につるおしどり、菊、霧などの日本式の文様を表した和鏡も制作された。日本においては、鏡は、神道の信仰の対象となっている。日本神話に登場するものとしては、三種の神器の一つの八田神や、 日造鏡、日保子鏡などがあり、鏡を身体として、社に祀っていることがある。平安時代以降、鏡面に仏像を千彫りにして、信仰礼拝の対象とした、共像、共像が、盛んに制作され、これは後に銅板に半肉彫りの彫像を取り付けた、掛け仏、掛け仏に発展した。江戸時代には、キリスト教禁止により隠れ、 キリシタン鏡などが制作された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。